またこの季節がやってまいりましたね。今年も虫が小さいね、今年ね。まあこんだけいればいいでしょ、ね、イオンがね10度、まあ9度半ぐらいですね、うん、思ったより低いな、11度ぐらいあって思ったんだけどな、ルアーでもいけるかなっていう感じの水温ですけど、ちょっと水が低いんで、まあ行ってみましょう。ここで来ないとかなり精神的に今日はやばいですね、これね。おっ、あったかな、あたり。なしって、もう絶好の、なんでこんないい場所で当たりがないのかちょっと不思議ですね。水深もあって、水深は70から80ぐらいあって、こういう時にちょっとこうカメラ入れて魚がいるかどうかっていうのを確認してみたいですね。ぜひやってみたい。結構難しいね、でもな、攻め方としちゃこれだけ水下がってっと。もう今魚走っちゃったよ。じゃあ先やらせてもらいます。案外底石なくなってるよね。底石がないって。よいしょ。まあまあのサイズですね、これね。ちょっと汚いですけど、いるとすればあのえぐれだな、ここな、ここのえぐれだろ。通行ドアだ。こっから入れてこないかな。ここもね、流れというか、横にねオーバーハングになった岩というかなめら入ってますんで、ここの下にねいると思われるんですけども、なかなか流せないポイントですね。ここだとルアーなんかの方がまたいけるかと思うんですけども、ここもちょっとスイッチカメラ入れて、どんなくなってるか見てみたいところの一つですね。おっ、消えるね。大きいの？あ、カメラのためにわざとね、わざとやってくれるんでしょ？残念。残念っていうよりも、すいませんね、カメラのためにわざわざ。今の場所どの辺なの？もう早いとこ？流進。あ、そういうことね、じゃあね、わかりました。はいはい、流進でやりましょう。渡っていい？渡っていい？うん、いい流れですね。うわ、今魚逃げてったよな。ちょっと気づいんじゃないですか、これは。ここで来ねえんだったらやめるしかないな。いて、いて、刺さった。
よし、よっよっ、こりゃどうでしょう、結構嫌な目だよ、ほら、当たってんじゃないの？当たってるよね。当たってるよね。当たってんですよ、さっきから。ただ合わせられないですよね。うわー、ここで入ってないとまずいな。ここで、ここなんだけどね、場所は。これで入る。これで入ってれば来るよ。よし、ああ。上に木があるからね、合わせられないんだよね。今私が釣ったところは、ちょっとね、当たりをくれることができないですね。これだけ物資きついんでは。反対側から釣っています。よし、今度合わされるな。小さです、これ小さいけど、対岸に渡ってやっと1匹。4号からゴム針4号から2号に変えました。同じコース、また同じサイズだな。同じサイズ。なぜか出ない。ケツなのか。ケツだ。ケツなんだな、いるの。正しいサイズは良くないな。このサイズです。これリリース。下で、あーだから、ここは見えない、見えない、見えない。よし、よっ、よいしょ。はあ、なんとか、まあまあの方です。まあ一本だろうな、ここな。もう一本、来ない、やめた。おいた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 。よ
よし、違うな。結構難しいな、これな。こっちに向いてんじゃなくて、こうなんですよね。こうじゃなくて、こう向いてるんですね、魚が。で、今釣ったやつはさ、こっちはついてるやつなんだっちゃ。要はそこ、だからちっちゃいんだよ。なるほどね。もう一回こっから横に引っ張るってできんのかなっつー。あ、もう入ってたわな、今やばいっつって諦めましょう。入られたわ。ちょっとした流れの違うものね、あの違和感つが流れが逆行しているものとかが来ればもうすぐ逃げていくんだろうな。実際ね、この場所もすごくよくは見えるんですけども、石が入ってない。ちょっと今逆行なんで、まあここから白いですね、すごく、そこが白い。ただその上にね、石が見えますから、その時期によって。ただね、こういうとこも魚いないとは思えないんだよね。実際に水中見たわけじゃないから何とも言えないですけども、こういうところもちょっと釣る前にどのくらい魚がいるのか、どこについてるのか、または、そこから何センチぐらいのところに停止してるのかっていうのは見てみたいもんですね。よし、小せえ。なんでこんなとこ小せえんだよ。ちょっと小さいですね、これね。よいしょ。あら、前の入ってた。リリースするの忘れてた。また一本来ました。おもりは3号。はい、ということでね、そろそろ渓流釣りの、ね、シーズンに入ってまいりましたけども、釣ってきた動画はですね、この渓流釣りを餌釣り、ルアー、フライを交えてですね、禁漁まで追っていきたいと思います。なお、皆様のね、お手順の通り水中どうでしょうということで、クエスチョンが出た場合にはそこにですね、水中カメラを入れましてね、この渓流釣りというものをより楽しいものにね、皆様にお届けしたいと思います。ご期待ください。釣り的動画、水中どうでしょう渓流編。